はい、こんにちは。今日はですね、おすすめのデザインアプリを紹介していきます。アメージオグラフっていうアプリなんですけど、万華鏡の模様がすぐ一瞬で描けるっていうかなり優秀なアプリです。で、実はですね、これ前もちょっと紹介したんですけど、前の時はちょっと導入編みたいな形ですごい簡単に紹介しました。で、今回はもうちょっとレベルアップな感じで、このアプリを使って、いろいろ面白いデザインを作っていくっていうのをやっていきたいと思います。で、このアプリなんですけど、今120円で買うことができます。すごい安いのでぜひ買ってみてください。で、あとこのアプリの値段の見方を教えてくださった皆様ありがとうございました。一番楽だったのが、このギフトを送るっていうボタンを押したら値段が出てきましたね。皆さんありがとうございます。でですね、今日メインで紹介したいのは、パターンデザインってあるじゃないですか。同じ要素が何個も何個も、つながってるようなデザイン、これが、アメージオグラフだったらすぐに作れるので、それを使った、ね、デザインのやり方とかを紹介していきます。はい、じゃあ始めていきます。こういったものをですね、さっくり作っていくんですけど、まずはじめ、左上のプラスボタンのところから、ここから、模様、どの模様にするかっていうのを決めていきます。で、この中のですね、一番最初、2ミラーカライドスコープっていうのを選びます。カライドスコープっていうのは万華鏡っていう意味ですね。で、この状態でざっくり描いてみると、こんな感じで、全部の面に同じ要素が反映されます。で、こんな感じで結構下手くそに描いてもそれなりに見えるので、すごい楽しいですよ。で、ここまではこの前のビデオでも同じようなものを紹介してます。で、今日はですね、もうちょっとレベルアップして、いろんな模様をいろんなやり方で描いていきたいと思います。で、最初にですね、ちょっとツールの説明をしておくんですけど、この上のバーに、消しゴムだったりとかペンだったりとか、あとは線の太さっていうのが選べたりします。で、ここのボタンからレイヤーですね、レイヤーも追加することができます。で、まずちょっと背景を黒に作り変えたいので、レイヤーを2つ用意して、下のレイヤーを選択した状態で、塗りつぶしのボタンを押して、適当に好きなところをポンって押してください。そしたらね、こうやって黒で塗りつぶされます。で、この上に白いブラシを取って、絵を描いていきます。でですね、ちょっと、グリッドの設定をしたいんですね。面白いね、グリッドの設定があって、それを紹介したいんですけど、まずこの上の右から2番目のアイコンを察知すると、このグリッドのいろいろ設定とか変更とかができるんですね。で、ここでグリッドを見せたり、表示させたり非表示にさせたりもできます。で、この下のところ、アジャストグリッドっていう、ボタンがあります。これを選択してください。で、そしたらまた上のタブのところが表示が変わって、ここでこのラインをいくつ表示させますかっていうのを調節することができるんですね。で、ここ右のところはスライダーで調節することもできます。で、この状態で一番マックスまで持っていくんです。マックスの線の、数の多さまで持っていってください。で、この状態で描きます。で、この状態で描くとどうなるかっていうと、まず白取って、わーって描くと、もうなんか適当に描いてるだけなんですけど、見て、すごくないですかこれ。わーって広がっていくんですよ。もう一回いきますね。こうやって真ん中から適当に外側に向かって直線引いてるだけ、今。わーって広がっていきます。なんかそれっぽくなるでしょう。もうね、ずっとやっちゃいますよ、これね。めっちゃ楽しいんで、ぜひやってみて、みんな。これ、マックスにして、線をマックスにして描くってやつ。で、ちなみになんですけど、これ、グリッドの数マックスで描くときは、線の太さを一番細くした方がいいです。その方が、こんな感じでね、すごい繊細な感じに描けます。で、私がよく使ってるプロクリエイトでも、この同じように、万華鏡模様を作る機能もあるんですね。なんですけど、それだと確かね、グリッドの数がここまで多くならないんですよ。なので、こんなに繊細な模様とか描けないんで、もしこういうのを描きたい人は絶対購入した方がいいと思います。120円なんでね、すごい安いんで、ぜひ買ってみてください。
で、こっからですね、ちょっと応用編で違う対象グリッドの形っていうのも試していきます。さっきと同じように、ここのグリッドの設定のところからいろいろ変更することができます。で、今やってるやつは普通のミラーですね。真ん中の線を中心に左右対称に書くことができます。で、次行きましょうか。次がね、カラーエドスコープの60度です。これは三角形の角度が60度のやつですね。で、この1個の三角形の中に絵を描いてあげると、他の三角形のところにも同じ要素が反映されるっていう、グリッドですね。で、次なんですけど、次はヘキサゴン行きましょうか。ヘキサゴンは、六角形っていう意味です。で、この六角形の、枠の中に絵を描いてあげると全部に反映するっていう感じですね。でね、すごい蜂の巣みたいになって面白いですよ、これも。タイルっぽいデザインとかね、自分で描きたい時とか、これ使ってあげるといいと思います。はい、で、こんな感じで完成になります。こういうね、なんかパターンデザインみたいなのよくあると思うんですけど、これが一瞬で作れちゃいますね。で、こっからですね、ちょっとプロクリエイトにこの素材を持っていって違うものを作っていきたいので、まずこの、データを保存します。で、保存するときは右上の点点点のところからシェアを選びます。で、この状態で一番下ですね、黒いボタン、シェアを押してください。で、そしたらそこにセーブイメージっていうのがあるので、これで写真アプリの中にこのデータを保存します。で、こっからですね、ちょっとプロクリエイトに移っていきます。まず新しいキャンバス何でもいいんで開いてください。で、そこにちょっとテキストを今回は追加します。で、こんな感じでテキスト と、ベースの色を決めてあげたら、さっき作ったアメージョグラフで作ったデータをここに読み込んでいきます。右側にスプリットビューで写真アプリ出して、このデータですね、これを彫り込んでいきます。で、こんな感じで上のところにレイヤーが追加されているので、そのレイヤーをタップします。タップしたら下にブレンドモードっていう項目が出てくるんですね。で、このブレンドモードっていうのは、下の紫色のテキストレイヤーに対してどういうこの色の合成の仕方をしますかっていうモードなんですよ。で、これね、本当にいろいろあって結構触ってると面白いんですけど、まあ白になったりとか真っ黒になったりとか、あと色が反転したりとかっていうのもするので、ここでまあベストなものを決めてください。で、このブレンドモードによってはこうやって、色がはみ出たりしちゃうんで、その時は、レイヤー選択して、この中からマスクをクリップっていうのを押してください。
そしたらこの下のレイヤーだけに乗っかるような感じになります。でこれでさらにまた決めていってもらえればいいかなと思います。はい、ということでこんな感じで完成になります。後からですねこの、レイヤーの位置とか不透明度も変えれるので、まあ、このレイヤー自体は大きくしたり小さくしたり、まあ、位置ポジションを変えたりっていうこともできます。で今回ですねちょっと一文字の G っていう一文字しか書かなかったので寂しい感じになっちゃったんですけど、まあ、単語とかにすればよかったですね。まあ、でも単語だったりとかあとワンフレーズ何か文字を書いてそこにこういったパターン化したものをブレンドモードでかけてあげると結構可愛らしい表現もしくはかっこいい表現になると思うのでぜひ試してみてください。はい、ということで今日は以上になります。デザインワークにねすごい使えるアプリなのでぜひね活用してみてください。ではでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。